It's the evening light shining through the curtains. The time before the night when everything is golden. You're sitting on. 恥ずかしいなこんな。もう ここ来んのなんかもう中学生ぶりぐらい。2人で来おへんな。もう中学校卒業してからやったら。いや、ここやわ。懐かしいな。ほんまこの辺もこんな草ぼうぼうじゃなかったけどな。うわ、今日自転車止まってるわ、そこ。この辺かな、この辺に座って、ほんま冬ぐらいやったけど 2,3 時間平気で喋ってたもんな。中学校のなんか12月ぐらい、11月付き合って12月ぐらいから毎週月曜日オフやったから、毎週月曜日だけここ来て喋ってた。ちょうどこの橋の下ぐらい、俺とゆかりのファーストキスの場所。なんだこれ、高橋の横置いといて。これよいしょ、この辺でいい。恥ずかしいな。プロポーズしたな。でも手紙なんかこうまじまじ読むなんか初めてやな。もういい？じゃあ多分本番手紙読んでも緊張してカミカミになると思うから、こういう風に動画撮って流させてもらいます。ゆかりへ。ゆかりとは、中学校3年生の時から付き合い、結婚するまで約12年経ちました。思い返してみれば僕は水泳が第一優先で、ゆかりには何度も寂しい思いをさせました。大学では愛知、社会人では神奈川と大阪からどんどん離れていく時も、水泳頑張るんやから行ってきていいよと背中を押してくれました。大学生でバイトができない状況だった僕に、気を使ってよく愛知に遊びに来てくれましたね。そのおかげで僕の同期にも会い、周りから応援してくれる人が増えました。社会人になって悩み事が多くなった時も、その都度励ましてくれたり、時には厳しく叱られたこともありました。こうして振り返ってみると、ほんまにずっと支えてくれたんやと痛感します。その分これからの結婚生活では、僕がしっかり支えになり、必ず幸せにしてみせます。毎日たくさんのことを話して、些細なことでも笑い合える楽しくて明るい家族をこれから二人で築いていきましょう。短いですけど以上になります。周りの方も支えてきてくれて、本当にありがとうございました。これからも、二人で幸せな家庭を築いていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。